本最南端の駅、西大山駅になります。無人駅ですね。正面に開聞岳が見えてきました。なんかね、撮影してる人が多いんですよね。なんか入っちゃいけない雰囲気なんです。ちょっと一回お邪魔したいと思います。無人駅。ここからね、入っちゃいけない。ちょうど来たね。電車が来ました。どっちから来るんだろう。あっちからだ。ちょうど幹線ですね。撮影してる人はね、これをね、撮りたかったんですよね。あまりカメラの邪魔ならないようなところで撮っております。はい、指宿を後にして、これから鹿児島市内の観光に行きます。日本最南端の、無人駅、西、大山駅を今観光した後ですね、そのままですね、鹿児島の方に行きます。途中ですね、池田湖をちょっと、プラーっと通過しながら行きたいと思ってますので、もう間もなく湖、池田湖、イッシーって有名な湖ですけどね、イッシーはいるかどうか分かりませんが、地図上、ああ、見えた見えた。ここが池田湖ですね。
はい、鹿児島到着です。鹿児島市ですね、路面電車が走ってます。まもなくセゴドンドラマ館に到着します。市内はね、混んでますね。渋滞してます。今日は土曜日なんですけど、通勤ラッシュの時間帯ではあるんですよね。土曜日です。でも混んでます。下もあのなんかの動物に似せてあるんですが、鶴が来たら亀なんですね。鶴亀待ったんですが、風水を取り入れております。パワーが起こるようにですね、上の火災石は鶴、下の土台は亀なんですね。で、あちらを成明さんはガス灯として開発をさせております。夜には火をつけさせましたところ、その辺りが真昼のように明るくなったと言われております。鹿児島城下にもこのガス灯の計画があったんですが、その時に休止をされてしまいます。ちょうど飯田大介さんが大老として立てらっしゃった頃、その後西郷さんが平野国臣さんと一緒に、月照和尚さんを連れて帰っていらっしゃいますけども、そこで受水自殺をされて西郷さんだけ生き返ったという事実もございます。
もうその頃からもう時代は激動の時代に入っていくんですが、もう今まさに大河ドラマがそうなんですけども、今度は、薩長同盟組むっていうシーンですかね、このね。もう見ててもワクワクしますけど、はい、で、ここで鶴道路で、あちらの大きな松、ちょっとね、昨日何日か前に360年ぐらい生きてるんですが、枝が落ちたらしいです。でもう360歳でこの海岸に近いこの地盤は弱いのと、で根っこが張るんですけども、その弱い地盤には耐えられなくて、重さが斜めに倒れてしまいそうなので、倒れたら屋敷が危ないので、今は支えたり引っ張ったりをしております。中は空洞らしいですね。川一枚でつながってるっていう風に。もうこの時期は台風がまた、ね、18号でしたか、またこちらにも向かっていますけども、とても庭の管理の方が気を使ってらっしゃいます。で折れてしまったっていうので、枝がちょっとこう折れた悲惨な、かわいそうなこちらの松なんですが、役谷御用松と呼んでおりますね。ではお客様たちは御殿の1300円を持っている方はこれから御殿の方に、それからもう私たちはいいわ、庭の見学でいいわっていう方は今御殿のところにおりますが、ここで解散になって、奥の方に行かれましたら、こういったお庭がまた作られております。350年前の曲水の庭、毎年1回開かれているんですが、こういった大読み会が毎年開かれますね。はい、また4月第1日曜日になりましたら、土佐間大名の島付けだったんですが、密接になった関係があったのは竹姫さんで、その竹姫さんの影響で、そのお父様、島津の方のお父様は隠居しなくてはならない場所がこちらだったんです。なので時間がいっぱいあるので、奥のこちらの庭の方を整備したりしたのは350年前の吉高さんになります。で後ろの方、前はまだ海岸だったので道路ないので、後ろの方の山の整備、出入り口も整備しておりますね。この間の山に登って入ったらもうボロボロになってました、石垣が崩れて。でもまだ残っているものもあったんです。桜島が見えます。殿が江戸に参らる。そのお供を広く探しておう話を聞いたのじゃ。それは本土国か。一緒に行けたらよかの。はい、ドラマによく出てきた、石畳の通路、階段です。よいしょ。焼酎ソフトクリームです。焼酎の味がちょっとだけします。お酒は入ってないんだろうな。
酒入ってないですね。一般人と見ます。はい。大丈夫でございます。はい。はい、今千賀園を観光しました。これから辰文字坂、聖護丼ロケ地辰文字坂に向かっています。ここは桜島が見える県道なのかな、薩摩湾沿いの県道を進んでます。何本線って言うんだろうね。はい、今日の桜島は、はい、晴れてますね。千賀園はね、いろいろロケ地になっていて、ところどころ NHK の大河ドラマ出てたシーンが、シーンのね場所がありました。写真もいっぱい撮ってきました。これから行く辰文字坂も、大河ドラマのロケ地になっています。篤姫とかもそこでロケをしたとも言われています。はい、辰文字坂です。ドラマ聖護丼のロケ地になってます。ちょっと上まで歩きたいと思います。江戸時代に薩摩のお侍さんが、この坂を越えて江戸まで行ったと言われています。このように石畳になっていますね。よいしょ。人が全然いないですね。あ、苔が生えてます。聖護丼が、こう手を置いたって言われる大木までちょっと頑張ってみようと思います。よいしょ。ランチです。赤牛贅沢丼、季節の天ぷら和え、いただきます。ごちそうさまでした。今日も誰かと出会う